こんにちは。今でも ステルス戦闘機開発、やはりどの国も。やっているのでしょう。ですが今日本は F-35 ステルス戦闘機を A タイプ、 B タイプ合わせて144機導入予定です。世界に次いで2番目の導入国と現在はなっています。トップはやはりアメリカ、桁が違います。日本も各国他の周辺国よりも多いですが、それでもアメリカに比べるとやはり少ないと感じています。ですが注目すべきは F-35B を44機導入するというところでしょう。海洋国日本、今後海上での任務がまた重要になってくるでしょう。アメリカのワスプ強襲揚陸艦のような任務形態、同じような甲板を持つワスプと同様、護衛艦加賀出雲を海上基地として、海上で任務の当たる、そんな作戦展開を目指しています。F-35B が納品されるのはまだまだ先の話ですが、出雲の改修が先で、その後アメリカ米軍の F-35B を訓練機として出雲の F-35B 導入の熟練度を上げていく計画です。F-35B の航続距離は900メートルと900キロと少ないのですが、 F-35B 自体がもともと少ないので、まあ機体性能としては
それほど長く飛べる機体ではありません。ですが、ステルス戦闘機という武器、ステルスをまとった F-35B はやはり周辺国にとって脅威となるでしょう。それにストブル性能が搭載されています。ホバリングや短距離離陸、垂直着陸により護衛艦いずもでも運用が可能となっています。また実際この運用形態を護衛艦2隻による回収・艦載ができれば周辺国への防衛力強化となります。北朝鮮が SLBM 弾道発射装置を使用していますが、やはり北朝鮮もいろいろと考えているのでしょう。F-35B ステルス戦闘機、ストブル戦闘機となると、小さい空港などにも離着陸可能となります。緊急時は狭い空港でも補給が可能となります。出雲と輸送艦との組み合わせで大きな力を発揮します。また緊急時の防衛監視体制などステルスでの行動が可能となり、今まで見える機体より見えない機体の方が任務は行いやすいと考えられます。情報収集などやはりステルス戦闘機が有利になるのは当然のことです。今まで F-35B はポンコツと言われていますが、あれほどのコンピューター制御の戦闘機を、まあ今現在アップデートしつつ作り上げています。日々完璧になりつつあるのですが、それでもまだまだ不具合などかなりの問題が生じています。日本も
この間任務中に事故が起きましたが、やはり日本組み立ての場合であっても地上回避、地上衝突回避装置は必要だと考えられます。なぜあの装置を取ったのか疑問が出ますが、別の考えがあったのかもしれません。日本の戦闘機事情を考えるとやはり待ったなしの状況です。もう少し早く導入できていればよかったと考えます。また F35A の最高スピードはマッハ 1.6 となっていますが、この 1.6 はまた未知数なので、今後装備やまたアップデートなどにより変更されるのは分かっています。それではまた今度の機会に話します。